メドレーでやってみようと思います。第1曲目はアート引っ越しセンターです。コード進行にご注目。ワン、ツー、スリー、フォー。アート引っ越しセンターへ。じゃじゃん。短い。はい。これね、コード進行全く一緒でできる CM ソングがあります。マルシンハンバーグいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。マルシン、マルシン、ハンバーグ。じゃじゃん。まさかのコード進行全く一緒。この短さがね、この CM のインパクトをドーンとこうつけるわけです。じゃあ、どんどんいきます。次はです。積水ハウスです。これはですね、いろんな歌詞のバージョンがあるんですけど、まあ、昭和のやつでいきます。ワン、ツー、スリー。あの街に、あの家に、心は帰る。家に帰れば、積水ハウス。この積水ハウス。はい。どんどん行きます。今日も10連発ですから、今は3つ目で、今度は4つ目。これがね、結構ね、可愛らしいやつ。チェルシー行きます。ワン、ツー、スリー、フォー、ホイ。私にはわかる、明日が、楽しさを分けてあげたい。チェルシー、もう一つチェルシー、ほらチェルシー、もう一つチェルシー、せーの、チェルシー。懐かしいチェルシー。今もこの CM やってんですかね。うん、どんどんいきますよ。次 5個目はですね、あ、これはね、清いやつです。はい、星雲行ってみようと思います。この曲だけね、ワンブロック3回弾く、3拍子の曲だから、ワン、ツー、スリー、ワン、スリー。アルペジオでもいいと思いますけど、今回はまあまあ3つ弾きでやってみます。ワン、ツー、セーウン、それは、君が見た機械、僕が見た希望、幸せの青い雲、せーせーの、じゃじゃん。あ、爽やか、青空がね、目に浮かびますね。はい、次は6曲目になります。はい、これもね、インパクト、今はもうこれやってないな。はい、マルダイハンバーグです。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ハイリハイリプレハイリホー、ハイリハイリプレホー、ハイリハイリプレホー、ハイリハイリプレホー、ハイリ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 ホー、ハイリハイリプレホー。大きくなれよ、まるだいハンバーグ。せーの、じゃじゃん。ああ、これは気持ちがいいですよ。マルダイハンバーグ。入り入り触れ入り方はやっぱりこれはね、うん、これはもうたまらないやつです。はい、はい、それでは次7曲目になります。7曲目は、いすゞのトラックのコマーシャルソング。この曲はね、今でもきっと CM 流れてるでしょう。はい、これはですね、このデモ演奏で16ビートでやりますけれども、皆さん4つ弾きでもいいんでね、これね、結構いいですよ、やっぱり。はい、じゃあやってみようと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。いつまでも走れ走れ、いすゞのトラック。どこまでもどこまでも走れ走れ、いすゞのトラック。いつまでもどこまでも。せーの。こ
これはですね、もうトラックの運転手さんには聞かせてあげたい。というか、トラックで弾くのもいいと思いますけどね。どんどん行きよう。次、8曲目はね、これはですね、もう鳥が羽ばたくイメージでおなじみの、ロート製薬のコマーシャル行ってみると。最近これやってないのかな？もう、これも懐かしい CM だと思います。行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ロート、ロート、ロート。ロート、ロート、ロート。ロート、せーの、爽やかな、これもいいですね。鳥がバーッとこう、ね、働くじゃねえ、飛んでいく、そんなイメージでございます。爽やかだな、昔のコマーシャルソングは。はい、次はもう9曲目。もう9曲目になっちゃった、残念なんですけど、次はね、超絶短いやついきます。こんな短いコマーシャルソングあっていいのかってくらい短いんですけど、なんとワンブロックで終わっちゃうやつなんですけどね。まあこれソングというニューヨークはわからないですけど、一応歌ってますから、これは欠かせないやつです。札幌一番味噌ラーメン、行こうと思います。はい。ドン、コード、これですからね。ワンブロックですからね。ワン、ゆっくりいくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。札幌一番味噌ラーメン。せーの。短い。札幌一番味噌ラーメン。その中にこう止まるとか入っててなんか結構深いですよね。はい。これはね、すぐできると思いますからやってください。ああ、とうとうもう10曲目、最後の曲になっちゃいました。最後はですね、やっぱりこう落ち着いて家でね、こう、キュッといけるやつ。はい。菊間サムネ。こちらのコマーシャルソング行ってみたいと思います。最後ですから皆さん、心込めていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。やっぱり、俺は菊間さんね。せーの。はい、これで10個で揃いましたけど、これね、本当ワンフレーズがインパクトがまあすごいっていうか、こう何の気なしに聞いてるから余計こう覚えちゃってるっていうのもあると思うんですけど、昭和をやってる。これ第1弾なんで、まあもしかして第2弾、第3弾、続いていくかもしれませんけど。赤い狐と緑の狸です。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。赤い狐と緑の狸。はい。終わりです。すごいですよね。はい。これちょっとまあ、アレンジするならばね。はい。まずこれ最初は A マイナー伸ばすのがいいと思うんだよね。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。赤い狐と緑の狸。アレンジの仕様がねえってところありますけど、まあいろんな弾き方でこれ、はい。もうこれ、ほんと出落ちみたいなもんで、なんかね、例えばこう、まあ今ね、出会えないから、ズームでセッションしてるときに、なんかこう、ね、あ、なんかちょっと間延びしたなと思ったら、ふいにやるんですよ。赤い狐と緑の狸。こんな時に使えるかなと思いますね。こんな時だからね、やっぱりね、楽しいことやろう、少し。うん。笑顔を作っていきましょう。はい。じゃあ次の曲、もう2曲目ですよ、2曲目。早い。こっちはですね、結構曲として成立しているやつです。皆さん大好きなあれです。はい。ドン。ヤンボー、マンボー、Thank you, ho! これはいいですよ、これは。はい。まずはじゃあゆっくり、初心者さん向けやってみます。これもコード、コード4つで、4つですからね。はい。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。僕の名前はヤンボー。僕の名前はマーボー。二人合わせてヤンマーだ。君と僕とでヤンマーだ。小さなものから大きなものまで動かす力だヤンマーディーゼル。あー、いいですね。あー、やっぱりね。この曲いいですね。やっぱこう、みんな覚えてるでしょ、これ。こうやっぱね、知ってる曲テンション上がりますね。はい。じゃあ、今回かっこいいバージョンもね、まあ流れでやってみようと思うんですけど、かっこいいバージョンはですね、やっぱりこれちょっと軽やかで、ちょっとこの跳ねてる元気いっぱいの8ビートのチャ。これでいこうと思います。そして、途中のね、君と僕とでヤンマーだのところで、このワンブロックにこの C、G7、C、C みたいな感じ、ここだけちょっとね、コードにも変化をつけて、かっこいいバージョン。
やってみようと思いますか。これはルンルン気分でね、ヤンボーみたいな、マーボーみたいな、そんなね、ちょっとこんな感じで元気いっぱいでやってみようと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。僕の名前はヤンボー、僕の名前はマーボー。二人合わせてヤンマーだ、君と僕とでヤンマーだ。小さなものから大きなものまで動かす力だ、ヤンボーディーゼル。せーの、チャカチャ。いいですね、この軽やかさ加減。これちょっとリズム跳ねてる方がね、ヤンボーみたいな感じでね、ヤンボーマーボー、マーボーだけ聞くともうマーボー豆腐みたいな感じですけど、はい、これはですね、今もこれ流れてるんでしょうかね。これはまあまあまあ知ってる方多いでしょう。これコード4つですから、はい、これもおいおいやりましょう。はい、じゃあ次いきます。わー、早いな。3曲目はですね、これもですね、聞いたことある。これ今もうね、多分このお菓子生産中止になってんじゃないかな。カールです。カールおじさんのあの歌なんですけど、これね、ちょっと調べてみたら歌詞がめちゃくちゃあるんですけど、なんか一番印象に残って聞いたことありそうな歌詞を選びました。これね、すごい歌詞があるんで、ご自分で歌いたければいっぱいネットで調べると歌詞出てきてましたね。コードだけ参考にしてください。じゃあこれも行きましょう。これはね、3拍子です。ワンブロックに3回弾いてください。1、2、3。1、2、3です。これも、最初はシンプル簡単バージョン、後半ちょっとね、3拍子のかっこいいリズムでやってみると。それでは、まあ、簡単な方からいっていきましょう。ワン、ツー、スリー、せーの。はー、ほら、やのお悟りも、春が来まして、うつら、うつらと、ほら、仕事、それにつけてもおやつはカール。せーの、はい、やってみました。ああ、なんかほっこりしますよね。あのヒゲのおじさん、カールおじさんがね、こう思い浮かばれます。はいはい。でこれ3拍子のリズムなんで、今のはジャン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 でやったんですけど、これはちょっとね、もうちょっとノリを出して、このジャンジャンガチャッカジャンジャン3拍子のチャみたいな感じでやってみると思います。ちょっとね、リズミカルに、はい、かっこいいバージョンやってます。いきますよ。ワン、ツー、スリー、せーの。ハーラガのお里にも春が来まして、うつらうつらとのらしごと、それにつけてもおやつはかあるほい、イエーイ。せーの、最後のそれにつけてもおやつは変わる、ここでガッとこうテンポが変わって、バッバッとこうカッティング、かっこいいでしょ。ここでこう世界観をカチッと変えるのがいいんですよ。うつらうつらとのらしごと、それにつけてもおやつは変わる、この軽やかさ、もうこれがね、かっこいいやつでございます。はい、このインパクトが素晴らしいです。はい、次の曲参りましょう。カールおじさんの次はですね、これもお菓子つながりですね。はい、これは有名ですよ。文明堂のカステラです。はい。これは、行きましょう。これをね、かっこいいバージョンと、簡単バージョンに、まず簡単バージョンでゆっくり行きますよ。G7 から行きます。G7 からね。はい。行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂。5人のね、あの中、何あれ、ウサギネズミ、これね、これをちょっとやっぱイメージ大切、イメージ大切ですよ。いつもガズレレで言ってますけど、これはですね、文明堂のカステラのかっこいいバージョンはね、スカビートがいいです。これ元気すっちゃ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 みたいな感じ、やってみますよ、かっこいいバージョン。はい、また G7 からいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、ツー、フォー。カステラ1番、電話は2番、何時のおやつは文明堂。カステラ1番で周り番、三人のおやつは運命の。カステラ
これもスカビートいいよ。スカビートっていうのは結構難しいですよ。これあのカッティングを入れるバージョンと入れないバージョンがあるんですよ、スカビートって。ちょっともう一回やってみよう。 C でこれは入れないバージョン、カッティング入れると短い、パが短い、短い方がまあかっこいいって感じかな。ステラ1番で馬は2番、キレがある方がかっこいいかなという感じですけれども、まあこれね、いろんなリズムでやるのが楽しい。まあなんせコードはもう4つですからね、皆さんの得意の弾き方、これ8ビートでもいいと思うよ。ステラ1番で馬は2番、3時のおやつはグレード、はい、こんな感じでグイ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 こう元気になるのが一番、これだから、これだから、はい、やってみましょう。はい、じゃあ次の曲いきます。あ、次はこれはね、もうガズ大好きなやつでございます。はい、新日本ハウスリフォームしようですね。よし行くぞーさん。これね、やっぱこれちょっとね、頭に残りますから。これやった日にはもう今日一日この歌頭に回っちゃいますからね。はい、じゃあまだこれもね、かっこいいバージョンと、あ、シンプル簡単バージョン、かっこいいバージョンの順番でやってみようと思います。じゃあ新日本ハウス行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。すみなりだ、我が家に花の香りを添えて、優しさが育った樹木香りも入れて、このマスで一番素敵で暮らすたい、リフォームしようよ、全日本。ダカダンという感じでございます。いやー、これコード2つだよ。 C と G7 だけでこの曲できてるんですよ。よく分析するとね、いやもう吉幾三さんも本当すごいですよね。コード2つでこの印象的な、もうここに残るもん。これリフォームはもう新日本ハウスに頼もうかなって感じですよね、本当に。じゃあこれはやっぱりこれは軽やかに8ビートのチャですね。ちょっとこうシャッフル入った、はい、かっこいいバージョン、テンション上がるんだよな、これ。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。すみなりだ、我が家に、花の香りを添えて、優しさが育った、樹木香りも入れて、この夏で一番、素敵で暮らせたい。これはね、もうガズさんこの曲大好き、はい、いやテンション上がっちゃった、はい。じゃあ次は6曲目の曲ですよ。これもね、曲というかな、もうフレーズですね、はい。これはもうどうやってもかっこいいバージョンも何もないんですけど、やってみましょう。牛乳石鹸です。いきますよ、はい。ワン、ツー、スリー、フォー。牛乳石鹸、用意石鹸、シンプル。かっこいいバージョンは、これ、最後のところ F、G、7、C にした方がかっこいいかもしれない。ちょっとやってみましょう。8ビートバージョン。ワン、ツー、スリー、フォー。牛乳石鹸、用意石鹸。はい。用意石鹸、F、G、7、C。これの方がいいかもしれないですね。はい。じゃかじゃん。はい。これも、なんか、すごいワンフレーズ。これも、こういうのが覚えてんだよな。だから C と F と G、7と Am。素晴らしい、やっぱり。はい。じゃあ、いよいよ、もう7曲目に来ちゃった。最後の曲は、あれです。ガズも大好きです。バーモントカレー。西城秀樹さんバージョンでやってみようと思います。まずはね、シンプル簡単バージョンからね。いきますよ。じゃあ、ちょっと、喉を整えていってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ハウスバーモントカレーだよ。リンゴと蜂蜜とろり溶けて。悲劇、感激。このフレーズはやっぱちょっと入れときたいとこでございますね。はい、これもかっこいいバージョンは8ビートバージョンでやってみてます。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ハウスバーモントカレーだよ。リンゴと蜂蜜とろり溶けてる。悲劇、感激。ハウスバーモントカレー。
ハウスバーモントカレーの定話やってみました。まずこれちょっとゆっくりいこう。これがほらアート引っ越しセンター、一応ほらシリアルナンバー付きです。1位アート引っ越しセンター、2はマルシンハンバーグ、はい全く一緒、これコード進行ね、一時停止メモってね、はい、でここ積水ハウスとかこんな感じ、ちょっとこんな感じで一時停止メモってください。もちろんあの動画の中をテロップで書いてもらってもいいと思うんですけど、こんな感じで書いてます。でなんで10曲だというと、この ノートには10曲ぎゅうぎゅうで収まったから10曲にしたってことなんですけどね。はい、どんどんこんな感じで写していきます。いやいやいや、まあ案外これは奥が深いんだな、コマーシャルソングって。でコマーシャルソングってこの利用目的が普通の J-POP っていうか、そのポップスとか、まあそういう歌謡曲とはちょっと違うところがあって、やっぱりなんか知らないけど口ずさんじゃうっていうところがポイントだと思うんですよね。だからこの作る人ももう思わずなんか口に出しちゃうようなメロディーを多分心がけてると思うんで、めちゃシンプルなんですよ。コードももうほぼ入門コード、あいつもの流れです。はい、これがまず赤いキツネと緑のタヌキ、もうここで終わっちゃうんだもん。はい、そして、ヤンボーマーボーがここまでだな。はい、これ下に囲ってるのはかっこいいバージョンでしたからね。あ、上の段をとこう分けてください。はい、こんな感じで書くといいですよということです。なんでね、これ前回10曲で今回7曲かっていうか、ノートに一冊にぎゅうぎゅう詰めで入る長さってことなんですよね、つまり。あ、じゃあこれがカールの歌ですね。三拍子ですよ、三拍子。はい。はい。一時停止でメモってください。テロップ書いた方が早いかもしれない、今日はね。まあまあいい、いいです。一応写しておきますね。はい。で、これが文明堂のカステラ。これはね、なかなかタフな感じでね、スカバージョンでやりましたけれども。はい。これはちょっと倍で撮ってますけどね。倍っていうのは、カステライズ、文明堂、デレデデデレデデって口で言って、またここに戻ったということです。まあまあ、だいたい動画見ていただいてわかると思います。はい。そしてこれだよ、これこれ。これこれ。新日本ハウスね。これがまたね、ガズさんお気に入り。今回一番スペース取ってる新日本ハウスね。これね。4行、この4行ですね。吉井久蔵さん。はい。で、牛乳石鹸、良い石鹸。もうたったこのワンフレーズだけで。最後、無理くり押し込んだのがこのバーモントカレーでございます。はい。ハウスバーモントカレーだよー。はいはいはい。こんな感じですよ。OK かな。はい。はい、こういうのメモってもらって、不意にね、こう、さっとこうできるように。はい。ちょっと練習しておきましょう。皆さん、お知らせでございます。最近このお伝えしていることなんですけど、ガズがね、たくさん出版している本のですね、一番新しい本の予約が開始になりました。リットミュージック社から7月13日に発売なんですけど、現在大好評予約受け付けております。今、現在予約の段階で、皆さん本当ありがとうございます。Amazon の、第1位ベストセラーを獲得しております。今回も100曲入り、エリスグリの100曲機となっておりますので、ぜひチェックをお願いします。ちょっとこの本に関する詳細、ここにリンク貼っておきますからね、ここに分かりやすくね、整理されてますので、ご予約、ぜひともよろしくお願いします。ガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなこと、
やっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。